ミイラ再生のポスターザマミーシリーズは映画のシリーズ作品の一つ。1932年に作られたミイラ再生をはじめとしてその続編、リメイク、リブート、スピンオフなどの作品を含んだシリーズである。ミイラ再生の撮影風景、ミイラ再生から始まり、合計6作品が制作された。第一作では蘇った古代エジプトの構想、イムホテップを、 ボリス・カーロフが演じ、これ以降の作品に登場するミイラ男はトム・タイラー、ロン・チェーニー・ジュニア、エディ・パーカーが演じている。これらの作品はユニバーサル・モンスターズの作品として位置づけられている。1959年にハマーフィルムプロダクションがミイラの復活、ミイラの墓場をリメイクしたミイラの幽霊を制作し、合計4作品が制作された。 最終作の王女テラの棺は、ブラム・ストーカーの小説、七つ星の宝石を原作としている。もともとは、クライブ・バーカーによるミイラ再生のリメイク企画が進められており、ミイラを復活させようとする美術館館長の周辺で巻き起こる物語を暴力的に描く構想が練られていた。彼の構想は、ダーク、性的、神秘的で、 素晴らしい低予算映画になると報じられた。1999年、スティーブン・ソマーズが監督を務めたリメイク作品、ハムナップトラ、失われた砂漠の都が公開された。この映画は1932年を舞台としており、古代エジプトの伝承、アクション、特殊効果、コメディの要素を盛り込み、バーカーが企画していたホラーよりも冒険的な要素に重点を置いている。 ハムナプトラシリーズは合計3作品制作されたほか、スピンオフ作品やアニメ作品も制作されている。スコーピオンキング作品は2以降はビデオリリースとなっている。呪われた皇帝の秘宝が公開された後、マリアベロは続編について絶対にあると述べ、契約書にもサインしたと語っている。ルーク・フォードも続編3作品への出演契約を交わしている。しかし、 2012年にユニバーサル・ピクチャーズは続編の制作を取りやめることを発表している。2014年、ユニバーサル・ピクチャーズはミイラ再生のほか、透明人間、フランケンシュタインの花嫁、魔人、ドラキュラ、狼男、大アマゾンの半魚人などの歴代モンスター映画をリブートした新シリーズを制作するために、アレックス・カー・アーツマンとクリス・モーガンを制作チームに迎え入れたことを発表した。 2017年には、シリーズの名称が、ダークユニバースであることが発表され、第一作として、ミイラ再生のリブート作品、ザ・マミー、呪われた砂漠の王女が制作された。ユニバーサル・スタジオ・フロリダウチのアトラクション、リベンジ・オブ・ザ・マミーの入り口1999年に、リベリオン・デベロップメンツから、ハム・ナプトラのゲーム作品が2本発売され、2000年には、 コナミから、プレイステーション PC 用アクションアドベンチャーゲームと、ゲームボーイカラー用、パズルゲームが発売されている。2001年には、プレイステーション2用ゲーム、ザマミーリターンズが開発され、ゲームボーイカラーのバージョンも、同様に、ユニバーサルインタラクティブから発売された。2008年にシエラエンターテインメントから、ザマミー、トゥームオブザドラゴンエンペラーが発売された。 2012年3月には、マルチプレイヤーオンラインゲーム、ザマミー・オンラインが発売された。2001年5月にカオス。コミックは、ザマミー・バレー・オブ・ザ・ゴッズというタイトルで3シリーズの連載を開始した。物語は、ハムナプトラとハムナプトラ2の間を描く予定で、リックとエブリンは、新婚旅行で訪れたエジプトで騒動に巻き込まれ、 砂漠の下に眠る神の谷を探すという内容だったが、2作目以降は、描かれず連載は中断した。これはカオス。コミックが2002年に倒産し、作品の権利を売却したためである。2008年には、イデュ・パブリッシングから別のシリーズ、ザ・マミー、ザ・ライズ・アンド・ホール・オブ・シャーンの S ・ x が連載され、こちらは完結している。 2001年から2003年にかけてユニバーサルアニメーションスタジオからハムナプトラシリーズを元にしたアニメシリーズザマミー・ザ・アニメーテッドシリーズが制作された。シリーズは途中からザマミー・シークレッツ・オブ・ザ・メドジャイに解体されている。またユニバーサルスタジオ・ハリウッド、ユニバーサルスタジオ・フロリダ、ユニバーサルスタジオ・シンガポールではアトラクション。 リベンジオブザマミーが解説された。ありがとうございます。